ヤマハイ ZR250 はヤマハ発動機から発売されていたオートバイ。車体種別はレーサーレプリカ。FZR250 は FZ250 をベースに FZR シリーズの特徴ともいえる丸め二頭ヘッドライト、フルカウルを装備してデビューした。後に X p を装備、初のフルモデルチェンジによってアルミデルタボックスフレームを採用する。 1991年には FZR250R のエンジンをベースとしたネイキッドモデルのジールが登場している。最終モデルは1994年3リットル N7 である FZR2501986 年 FZ250 フェーザーのフレームとエンジンを流用し、カウリングは先に登場した FZR400 の流れを組む丸目2等フルカウリング。 エアクリーナー吸気口に新規導入を促す会 AI を装備して発売35ファイフロントフォークと320ファイ体系シングルディスク対抗4ポットキャリッパータイヤサイズはフロント10080から17から 52H リア12080から17から 61H ガソリンタンクの全容量は12リットル最高出力 45PS14500 RPM、最大トルク 2.5kgm、11500RPM。カラーリングはシルキーホワイトとシャイニーブラック。1987年には限定車でフロントフォークのイニシャル調整が追加されたモデルが発売されている。限定モデルのカラーリングはエンタイサーブルーメタリック。また、この初期型 FZR に関しては、 発売後に細々と改良されているので注意。1988年発売、4ストローク 250cc 発となる、排気デバイス機構を装備。さらに細かい部分が 2KR より改良された。足回りの改良で高速走行時の直進安定性と接地感が向上している。排気デバイス機構搭載に伴い、ラジエーターの冷却水りかわりタンクの設計変更。 および設置位置変更。エンジンのオイルパン形状が変更となっている。カラーリングは、ファインレッドと、ウルシブラック。8月にダイナステーブルーを発売。後に限定カラーテック21ネスカフェアメリカーナの2種類が、限定販売されている。1989年には、FZR250 シリーズ初のフルモデルチェンジが、行われた。このモデルより、社名最後に、R が付く。 ユースフや FZR750R と同じデザインへ、ダイヤモンドタイプのアルミデルタボックスフレームを、新採用、同時にスイングアームもアルミデルタボックスに変更された。エンジン本体は、高回転化され最高出力発生回転数が 14,500rpm から 16,000rpm となり、最大トルク発生回転数が11,500。 RPM から 12000RPM となった。エンジン内部を見直し、フリクションロスを低減。軽量ピストンにピストンクーリングシステム。コンロットやバルブタイミングを見直した。点火時期の設定。フルスケール 19000RPM のタコメーター。シングルディスク、ダブルディスクに変更。1990年モデルからは、同年に登場した。 FZR400RR と同じデザインへ。そのため稀に FZR250RR とご表記されることがあるが FZR250RR という車種は存在しない。1991年モデルはカラーリングや細かいところの変更。1993年モデルは40馬力自主規制対応モデル。1994年モデルは カラーリングを変更しただけのモデルで、使用的には変更がない。その後生産は終了となった。それ以降ヤマハでは4ストローク 250cc のレーサータイプのオートバイは2014年のユースフ、R25 まで待つこととなる。その後、ヤマハは2010年以降 400cc 以下のバイクを海外生産に切り替えたため、FZR250 は ヤマハにおける最後の国内生産 250cc、レーサータイプであった。ありがとうございます。